アルフレッド・アンサー・ジュニアはアメリカ合衆国ニューメキシコ州アルバカーキ出身のレーシングドライバーインディ500を2度制した。愛称はリトル・アル。父がアル・アンサー、おじがボビー・アンサーといういずれもレーシングドライバーの家庭でレースに囲まれて成長した。11歳の頃までにはスプリントカーのレースに出走していた。高校卒業後にはすでに スプリントカーのワールド・オブ・アウトローシリーズに出走するようになっていた。1982年、アンサーはカートにデビューし、カリフォルニア500で5位という結果を残した。翌年、彼は初めてインディ500に出場し、10位感想を果たした。アンサーはカートへの挑戦を続け、同シリーズにおける期待の申請となっていった。1986年には、 アイオロシー選手権にも参加するようになり、4レース中2勝を挙げてチャンピオンとなった。これが24歳の時であり、2004年現在、アイオロシーの史上最年少チャンピオン記録となっている。同年、アンサーはデートな24時間レースでも優勝した。アンサーはカートにおいても1986年に年間4位、1987年に3位。 1988年に2位と、じわじわ強さを増していき、1990年にはついに、最初のチャンピオンを獲得するに至った。1989年には、インディ500での勝利に、あと一歩のところまでこぎつけたが、トップを争うエマーソン・フィッティ・パルディと接触しアンサーは、スピン、防護壁に衝突して、チャンスを逃した。それでも1992年には、 スコットグッドイヤーをわずか0.043秒抑えて、インディ500での初勝利をものにした。これは2017年の時点で、インディ500における最小差での勝利である。1994年にはインディで2度目の優勝を成し遂げたが、この時はペンスキーレーシングからの出走であった。チームメイトは5年前に優勝を争ったエマーソン、フィッティパルディであった。アンサーはこの年。 シーズンを通して圧倒的なパフォーマンスを示し、16レース中8勝を挙げて2度目のカートチャンピオンに輝いた。この頃には、マイケル・アンドレッティと共に F1 遺跡の噂があり、実際にウィリアムズのテスト走行も行った。しかし、この頃からカートにおけるアンサーには、陰りが見え始めた。1995年には、ジャックビル・ヌーブに次ぐ年間2位の座を得たものの、 1996年には4位、1997年に13位、1998年に11位、そして1999年には21位となってしまった。結局アンサーはカートから離れ、設立されたばかりのインディレーシングリーグの2000年シーズンに参加することになった。同年、ラスベガスにおいて R での初勝利を挙げた。R においてアンサーは、 通算参照を記録したが、2003年10月にバギーでの事故で骨盤を折る怪我を負ったため、2004年シーズンの出走は困難を極めることになった。結局彼はパトリックレーシングとの間で3レースの出走契約を結んだものの、リッチモンドでのレースで22位完走を記録したのを最後に2004年6月30日をもって引退を宣言した。しかし、 アンサーはなおもレースに関わり続けている。彼はパトリックレーシングのアドバイザーとして、また彼の息子であるアルフレッド・アンサーの指導者として活動している。通算31勝、チャンピオン2回。2007年のインディー500、予選括弧内はリタイア原因。ありがとうございます。